こんにちは。今回はね、家族の家ということでお届けしたいと思います。前回に引き続き上島竜兵さんのお亡くなりになったね、まあ、その事実、非常に受け取りにくいものがあったんですけども、まあ、志村けんさんの時よりも私どっちかっていうと衝撃的でね、というのが志村けんさんは言うてもちょっと貶めされてたんで、私なりにね、もういつそうなってもしょうがないかなと。でドリフターズのメンバーも、まあ、怒りは長介さんが先にね、行かれたわけじゃないですか。そう考えていくと志村さんももうお年だよな、でも元気だよなみたいなところがあってね、上島竜兵さんはまだどっちかっていうとなんかまだね30代とか40代みたいな感覚だったんですよ。まあ、61歳って言ってもね、まだまだ全然現役で、あの元気で明るい人かなと思った時に、まあ、様々なね思いがあって、未だに本当なんか頭がボーっとするような感じなんですよ。で、家族っていうテーマでなんで今回お届けしたかっていうと、いや私もね、思うわけですよ。吉谷さんと同じように、あの自分がまあ生きてない状態になった時に、一日でも長くね誰かの記憶に留まるとしたら多分家族なんじゃないかなと思うんですよね。まあ、それから家族みたいな付き合いをしてきた人とか影響を受けた人とかになっていくのかなと思うんですね。まあ、つまりまあ、どんな付き合いをしていくのかなとか、何をね残していくのかなってところが大事で、それは必ずしも相思相愛でなくても一方的に受け取る人がそう感じてるっていうね、ファンの心理でもあるのかなと思うんですよ。当然ですけども、上島竜兵さんは私のこと知らないわけですよね。でも私の思いってのは現実ここまで大きくなってるわけなんですよ。で、まあ、リアルに生きてる人間もこうなんですよね。でなんでこういう言い方するかっていうと、ここね最近ね、そのジョジョの奇妙な冒険第5部をね40話ぐらいあるやつを一気に2日間かけて見たんですけども、そうして見てみると登場人物と一緒に旅をしているようなね、冒険をしているような感覚になって、まあ、途中で登場人物の何人かはこう、まあ、命尽きていくわけなんですよね。まあ、そこがちょっとねストーリー的に感動を呼んだりとか新しい展開を盛り上げたりするわけなんですけども、そういうこともあったり、ラストシーンでね全ての物語が終わった時に、まあそれ以上話は続かないわけじゃないですか。最終回を迎えたらなんかね、長いこと付き合った友達と別れたような気持ちになるんですよ。そこまで一緒に時間を過ごしてると、これ架空の物語なんですよ。でも当たり前ですけど、架空の物語ですらそこに現実に人がいて、で、そのローマがね舞台だったんですけども、コロッセオとかね、そこに行ったらもしかしたらいるんじゃないかな、何らかの痕跡があるんじゃないかなって思わせるぐらいのその影響力があるわけですよね。でもちろんその漫画に出てくる登場人物とか作者の荒木裕彦さんは私のことなんて全然わかんないと思いますけども、でも受け取り手がもうね一方的にねそこに家族や思いを感じるわけなんですよ。で、登場人物の一人一人がどんな思いで生きて、そして、最後まで旅をしていたのかっていう思いを受け取って、ストーリーが終わった後でも自分で勝手にねこうスピンオフを考察したりとか続いていくんですよね。で、できればそういう思いを多くの人に伝えていきたいなとかね、伝わらないまでも発信していきたいなと思っちゃう差がありますよね。だから上島竜兵さんのことに関しましては痛む気持ちもあるけれども、少なくともアクセス伸ばしていかないとなっていう思いもあるんですよ。で、これだって一人でも多くの方に知らせたいなって、この大切な人の命ってものを知らせたいなって気持ちの方が大きいわけなんですよ。ただ単純にそこからね収入を得ようって思ってるわけでもないし、そこからコンテンツ販売しようと思ってるわけでもなくって、もう差がですよね。自分なりに大きな事件があったなと思ったら、まあ、そういったことをねやっぱアウトプットしていきたいなと。通常は近所の人とか周りの人にねえねえ知ってるっていうくらいですけども、私はカメラに向かってねえねえ知ってるっていうわけなんですよね。ただねやっぱりねお下劣だと思うのが、なんかそのテレビ局かなんかがご自宅に行ってね張り込んで、そこでなんかその遺族とかその周辺の人に取材するみたいな、これはないだろうなと思います。あとはそのお亡くなりになった原因をね、ああじゃないかこうじゃないかっていうふうにあまりにもこう深掘りすぎるのも、なんか墓をあぼくような感じになってあまり好かんなと。いろんな思いがあってもそれは自分の胸に留めておけばいいんじゃないかなと。それ思うのはしょうがないですからね。であるね動画ではね、暴露系 YouTuber のガーシーさんっているわけじゃないですか。だから私の動画を見て、まあ、久保さんは上島竜兵さんの秘密をガーシーがバラそうとしているのを
先打ちしてああいう風になったんじゃないかなって言ってるでしょみたいなね、レッテルを貼るんですけども、そんなこと全く言ってないわけですよ。でも発信するってことはそういう風に受け取れかねないこともねありますんでね、だからまあ必ずしも発信することを進めるわけではないんですけども、まあけどね、惜しいことではあったと思います。そして今回ね、一つね、また別の動画ができたんですよ、なんか発生して、それはね、ご冥福をお祈りしますっていう言葉とお悔やみを申し上げますっていうね言葉、どっちを使うべきなのかってことなんですけども、これ実はね、ご冥福をお祈りしますっていうのは結構ね皮肉った言葉なんですよね。メイドの土産にってあるじゃないですか。メイドっていうのはあの世でさまようところなんですよ。ですんで、そのメイドのさまようところでせいぜい幸せになれよみたいな捨て台詞みたいな言葉なんですよ。まあ、メイドの土産に教えてくれませんかみたいな、それはちょっとね、自分を謙遜して、自分は天国なんかに行けないでしょうけども、でもメイドっていうね、死者がさまようところで少なくとも心残りがないようにしたいんだよみたいな、ね、そんな謙遜の言葉らしいんですよ。でも最近は何でもかんでもご冥福をお祈りしますみたいになっちゃって、それはだから本来なら言わない言葉なのを多くの人が勘違いして使いまくった結果、まあ、人がねお亡くなりになった時にはご冥福をお祈りしますって言うもんだなっていうふうな慣習がここまで広がってしまって、本来のお悔やみを申し上げますっていうね、正しい使い方っていうのが廃れてしまったんではないかなと思うんですよ。で、今に至っては言葉っていうのは変化するもんですから、多くの方がそこに侮蔑の意味を込めてなくて、本当にね心を痛んでいるそういった表現として、たまたま言葉がそれに選ばれたんだとしたら、もうそれはそういうふうな意味で使った方がいいのかなと思いまして、ご冥福をお祈りしますでもいいんだろうなと思いますよね。私はね、一人でね、慎んでお悔やみ申し上げますっていう言葉を使い続けますけども、どちらかというともう古いタイプなんですよ。こういうのは言葉っていうのはどんどん変わっていきますし、で、人っていうのは新しい一日に出会えば昨日までの悲しみをある程度忘れていってしまいますし、忘れるからこそまた元気に活動できたり、人を笑わせたり笑ってみたりとかできるんでしょうね。深い悲しみっていうのは誰にも訪れるものですけども、ある程度それは時間が許してくれるっていうかね、柔らかくしてくれる。ある意味家族の死ですらいつか記憶が薄れていくわけですよ。そうしないとやっぱり強く生きていくってことはできない、生存本能の一部が働くんですよね、きっとね。ということで今回は家族の家ということでお届けしました。まあ必ずしも望むわけではないですけども、まあ、私がね生きてきた結果がなんかちょびっとね残ればちょっとだけいいかなと思いますね。残らなくてもいいんですけど、いってらっしゃい。